アンリガティアン・ベルトランアンリガティアン・ベルトランは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人。ナポレオン・ボナパルトの側近として、流刑先のセント・ヘレナに随行し、その死去まで仕えた。アンドル・ケン、シャトールーで生まれる。1793年から、公平士官となり、イタリア戦役、エジプト・シリア戦役に参加。1798年に、大佐。 1800年に少々となる。1805年のアウステルリッツの戦いの後、ナポレオンの副官となる。その後、ナポレオンとの関係が親密になり厚く信頼された。1807年に中将に昇進。1808年白爵となる。1809年のオーストリア戦役では、ドナウ川への加境を指揮した。1811年、イルリア州の知事に任命される。 1813年のドイツ戦役では、第四軍団を指揮し、グロースベーレン、デネビッツ、ライプツヒで戦う。ライプツヒの戦い後、ベルトランの統率により、フランス軍は全滅を免れた。同年11月、宮廷大元帥となる。1814年、ナポレオンのエルバ島流刑に随行、翌年の期間にも従い、ワーテルローの戦いで戦う。敗北後、 1815年、より遠隔地への流刑処分となったナポレオンに従い、セントヘレナに赴き、ロングウッドハウスにて1821年に、ナポレオンが死ぬまで彼に仕えた。その後帰国し、ルイ18世に元の階級に復帰することを許された。1830年、エコールポリテクニークの校長に就任、また、政治家となる。1832年に退役。 1840年、ルトゥール・デ・サンドルとして知られる、ジョアン・ビルコを率いる、ナポレオンの意外をフランスへ運ぶ一行に選ばれた。1844年1月31日、シャトールーで死去し、ホテルでザンバリットに埋葬された。1847年、ナポレオンがベルトランに託した原稿をもとに、ベルトランの家族により、エジプト及びシリア戦役が出版された。 アレクサンドル・デュマ・ペールは、モンテ・クリスト博の序盤、ビクトル・ユーゴーは、レ・ミゼラブルの第二部第一章で、ベルトランについて触れている。ありがとうございます。